今日は世界遺産モズ古市古墳群の古市エリア、その中で最大の古墳応神天皇陵古墳とその周辺を訪ねてみたいと思います。秘密がいっぱいのおすすめスポットにレッツゴー。応神天皇陵古墳を見学するには自転車はここで止めておいたらいいですよね。ここが応神天皇陵の最初の参道入り口です。あ、見えてきましたね。あの巨大な森が応神天皇陵古墳ですか。なんか静寂な感じで街中とは別世界みたいですね。5世紀前半の墳丘の長さが約425メートルの巨大前方後円墳で、堀と堤が二重に巡らされているんです。墳丘の長さは堺市の仁徳天皇陵古墳に次いで2番目なんですが、盛られた土の量は約143万立方メートル。大型ダンプカーで言うと17万台分ぐらいですか。すごい、大正解です。よく勉強されていますね。これは仁徳天皇陵古墳よりも大きくて、盛り土の量で見たらこの応神天皇陵がナンバーワンなんですよ。へえ、そんな巨大なものを人の手だけで作ったんですよね。そして最初の横にあるこのこんもり盛り上がったところは実は別の古墳なんですよ。直径50メートルの円墳、今田丸山古墳と言います。大きな前方後円墳のそばにそれを取り囲むように小さな古墳があるんですが、このような小さな古墳を梅長と言い、大型前方後円墳のことを主墳って言うんですよ。そうなんですか。なんか親分と子分の関係みたいですね。ところで、さっき自転車を止めた場所の横の川の秘密、何だと思いますか？何ですかね。なんかカーブしてたような気がします。そう。実は応神天皇陵古墳を作るときに、わざわざ迂回させて川の流れを変えているんですって。今の私たちからは想像を絶するまさに世紀の大工事だったんですね。では今から応神天皇陵古墳を一周してみたいと思います。ここからは応神天皇陵古墳も見えるけど、実は二つ塚古墳という約110メートルの前方後円墳と、そのそばには東馬塚古墳という一辺約30メートルの方墳もあるんですよ。ここから見ると二つ塚古墳は応神天皇陵古墳の影に隠れてしまっているみたいに見えますね。東馬塚古墳は住宅地の中にあって、やっぱりこんもりと可愛い古墳ですね。実は先に作られていた二つ塚古墳を避けるように応神天皇陵古墳が作られているので、応神天皇陵古墳の堀や堤が曲がってるんですよ。栗塚古墳は一辺50メートルの砲墳で、応神天皇陵古墳から出てるのと同じ大きさの円筒埴輪やいろんな形の埴輪が見つかってるんです。へえ、さすがまさに古墳のお墓ですね。この辺りは日本書紀に出てくる不思議なお話の舞台とも言われてまして、どんなお話ですか？お酒に酔った人が夜に馬に乗って帰宅の際に応神天皇陵古墳のそばを通りがかったところ、立派な馬に乗った人に出会ったんです。あまりに立派な馬なので酔っ払った人が自分の馬と交換してほしいとお願いしたところ、心よく応じてくださり、喜んでその立派な馬に乗って帰ったんですけど、
次の日の朝、その馬が埴輪の馬に変わっていって、そして驚いて馬を交換した場所に行ってみると、自分の馬が馬型埴輪が並んでる中にいて草を這んでいたという、こういう不思議なお話なんです。へえ、赤馬伝説って言われてます。この道は東高野街道で、南に進むと応神天皇陵とつながりの深い近田八幡宮があります。次はそこへご案内します。わー、すがすがしくて立派な神社ですね。近田八幡宮は応神天皇を祭神とし、そのお墓をお守りする神社として知られ、武家の棟梁である源氏がはじめ、その時々の権力者に、また地元でも長い時代にわたって崇敬されてきました。毎年9月15日の秋季大祭では、応神天皇の御霊をおみこしに移して応神天皇陵にお渡りする祭礼が行われています。このような古墳と神社の深い関係を示す祭事は日本でも他に例はなく、現在はここ近田八幡宮だけで行われています。すごいですね。古からずっと続いてきたお祭りなんですね。昔はこの石橋を実際に渡っていたんですが、今はこの横を通り抜けて応神天皇陵の中へ入っていくんですよ。へえ、近田八幡宮と応神天皇陵は深いつながりがあるんですね。近田丸山古墳から江戸時代に見つかったと言われる副葬品の秘密をご紹介します。それは非常に繊細で金色が綺麗な透かし彫りが施された見事な馬具で、世界遺産モズ古市古墳群から出土した中で唯一国宝に指定されているものです。源頼朝寄進と言われる国宝の散り字螺鈿近藤宗信如も近田八幡宮に収められています。ここは羽曳野市文化財展示室、埴輪を間近で直接見ることができます。中でも非常に珍しい魚杯と呼ばれる魚の形をした飾り金具などは必見です。埴輪の表面に残されている作った時のいろんな痕跡もつぶさに観察できますね。こんな風に縦線や横線が入ってるんですね。先ほど言った栗塚古墳から出土した埴輪もこちらにありますよ。またこの展示室の近隣には高山古墳という墳丘長約225メートルの前方後円墳や、その倍長の一辺63メートルの方墳の向こう墓山古墳があります。一辺が60メートルを超える方墳ってめちゃくちゃ大きな方墳なんですよ。応神天皇陵古墳がよく見えますね。ここは500メートルもの距離もある応神天皇陵古墳の外堀と外堤の跡なんです。こんな大きな古墳を真横から、しかも何の障害物もなく見学できるのは、ここの外堀外堤跡は
最高のビューポイントですね。巨大古墳をまさに等身大で体感できる絶好の場所ですよね。この外堀跡の一部に季節の花を植えていて、春は菜の花、秋はコスモス、10万本の花がそれぞれの季節に咲き誇る様子はまさに圧巻です。今日は世界遺産モズ古市古墳群で、古市古墳群の名主墳である応神天皇陵古墳とその周辺のスポットをご案内しました。皆さんもぜひ世界遺産の町、羽曳野市にお越しください。